はいどうも、妖怪三国志国取り大津、今回もやっていきます。今回はね、討伐戦ね、あと10分で終了ということで、自分は47万でしたね。ちょ、次が共闘イベントということで、ちょっとね、貨車楽しみなんですが、まあランキングね、今回500位以内になんとかっていうのが特になかったので、私もね、宝珠なんとか1000をキープしつつ、国取りも頑張りつつって感じで、まあ予定通り750位以内に入れそうかなということで、今ね539位ですね。一応ね、140万点かな、140万点だよね。でちなみに前回の、一応記録用でね、取っておきたいなっていうところで、前回の討伐戦、私がドツボにはまった討伐戦は190万点だったんだな。だから50万点も違うっていうことでね、これはすごい差ですね。だからまあちょっと上の方も今回は、みんなに疲弊しないように、なんかそういう何百以内ってね、やめて、一応みんなに配布っていう感じで、今回猫股、小生猫股ね、あと小生怪病かまいたちもそうか、まあ、ほぼほぼ無料配布って形でやってくれましたかね。はい。まあ、とにかく討伐戦ね、大当たりが結局、百鬼姫と歌舞伎ロイド、の、流玉だけだったんだけど、私ね、今回。だけどやっぱ札がね、札が溜まるんで、討伐戦もうまい付き合いでいくといいなと。まあその中で見えたのが、百鬼姫が見えたり、馬長が見えたり、あとなんかもう一個ぐらい見えた気がするけど、なんか結構、過去最高に当たんなかった。今までだいたい3個当たってたので、っていう感じですね。ですが、まあ、いいんじゃないですか。ちょっと討伐戦ね、しばらく。討伐戦やっぱね、紹介状しかもらえないからね。しかもその紹介状が落ちないと来るからね。だからまあちょっとしばらく、どっちかとスコアタの方が好きかな。スコアタの方がなんかね、いいよね。あの、コインとかいっぱい交換できるからね。まあおかげさまで頑張れてね。750人は入れそうなんで、よかったかなと思います。一応、次はね、共闘イベントということで、前回130体倒したのね、100体を超えることができたんで、多分ね、みんなすごい活躍すると思うんで、今回もね、2000位に入れるかどうか。ただね、2000位に、こんな1600位ぐらいのね、人間でも、プリズンブレーカー、前回、プリズンブレーカーさん、ちょっと、浮き見いて相当するか。そう、これ超4凸ちゃんとしてんだよね。だからね、まあそこそこで、ハイスコアチャレンジじゃなくて、共闘イベントはね、超4凸大体できるかなっていう感じはありますね。だから共闘妖怪って、まあ、よくのニョロロンイベントでね多いんだけど、共闘は私イカさんは、まあその後討伐戦でゲットしたけど、超6凸とかね、ウィスマロマもちゃんと超4してるし、極吹雪姫も超4してるので、まあそうだな、にできたら2300宝珠には抑えたいとこだけど、まあ超4はね、できるイベントなのかなと思ってます。玄武超4してるね。なのでちょっと今回ね、A クラスになれるように頑張りたいなと思います。なんでね、ルール、これリリース中も見れるといいな、このイベントルールね。皆さんね、楽しみに待ちましょう。ただね、ほんと報酬がね、改善されてることを祈る。順位報酬ね、上位の人たちはすごいからな。はい、ということでね、手形は使うと100ポイントとかね、アップするんで、手形はできたら、緊急バトルかつね、ボーナスタイムの時に使いましょう。そして緊急の時にだけドロップします。まあガシャで
よるからね。そんでガシャでみんなの成績がいいと容器がね集まったりするんで、ほんとガシャ楽しみだね。何が来るかなって感じで、はい、そんな感じです。なんで頑張っていきましょう。じゃあ最後ね、あ、1個あるな。これ戦ってるうちに時間になっちゃうんじゃないかな。大丈夫かな。ちょっとすいません、1個残ったんで、まあちょっとくっちゃべりながら、うん、話したいかなと思います。まあ正直どうなんだろうね、今後この辺の妖怪ゲーム、やっぱ水属性ある、こう水属性がある方がね、こうやって今回活躍したけど、こう無属性の妖怪たちでなんか超一突超二突してるぐらいの妖怪ってやっぱり今後あんまり活躍する機会がないかなって感じで、ちょっと無属性攻撃の妖怪はちょっとね、本にしちゃってもいいんじゃないかなってちょろっと思ってきました。一応この討伐戦じゃなくて、このなんだっけ、討伐戦か、討伐戦はねこの3列作れるって感じで、まあだから15体、うん、だから水だったら、うん、15体ってね、ニョロロンとか不思議で15体って揃うのなかなか難しいので、だから属性妖怪はね、まあ活躍するっていうところあると思うんだけど、なんか無属性の攻撃の人たちってなんかもう最近妖怪増えてきたからね、ちょっとそんな時期にも来てるのかなと。あ、これ下げてなんぼの人たちだった。まあでもね、この辺のイザナミとかは私全然育ってないけど、こういう水イベントの時だけはね大活躍してくれるからね、うん、いい感じですかね。不思議とニョロロンって結構揃ってるなっていう感じがしましたね。そして教頭はぜひね、星上位をねフリー周回で叩きたいですね。まあ、こんな感じで金貨47万枚でした。じゃあ最後順位を見ていきましょう。だいたい今後のね、目安になるかなというところで、ボーダーの1位が1800万点、10位で1000万点いかないといけないんだな。で500か、うん、300万、250以内で200万だな。だ前回の180万取っても250以内は入れないんだね。そして500万で、あ、500位が140万か。こんなもんなんだな。だからだいぶ、あれだよね、下がったかな。750位、118万。1000位が、100万取んないと1000位取れないんだな。っていう感じで、うん、皆さんお疲れさんでした。ユーザー増えたかな、1万位すごいじゃん、2万5000位まであってはい、という感じで討伐戦お疲れさんでした。最後超限界突破間に合うかな。2冊交換して百鬼姫超限界突破して終わりにしましょうか。時間ないね。まあ次のね、イベントでは多分ポイントアップとかだと思うので、これで合ってるよな。超二突。で、3冊ね、750以内で3冊で超3で、ドロップしたやつでね、超4突で、このイベント割れるかなと思ってます。紹介状は、スピーディー W が1回落ちただけだったな。本当に紹介状落ちないね、討伐戦の時。はい、という感じで、歯茎さんね、結局準備はままならなかったんで、このイベントをやりながらね、歯茎さん6周目が無事終わればいいなと思います。もうちょっと強いとね、うん、あれですね。はい、というわけで次回、開幕、教頭イベントになりますんで、皆さんね、気合い入れすぎないぐらいで頑張っていきましょう。
楽しみですね。なんか流玉とかあるんじゃないかなってね、ちょっと思ってんだけどね。はい、楽しみに本番を迎えたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じでした。京都ガシャが気になるな、マジでガシャが気になるぜ。青龍シャドウ、シャドウサイド来てくれると思うんだけどね。トリビアじゃないことを祈りながら、はい、今回終了にしたいと思います。4時にねまたお会いしましょう。一応ねメンテ中もねこのメニューからねお知らせは見れます。なのでキャンペーンが変わるよね。あ、キャンペーン変わんねえのか。キャンペーンじゃなくて春のキャンペーンが後半戦になるんでね。はい、ということで新生活応援キャンペーンが後半開催準備になるんで楽しみに待ちましょう。新規ガシャね、夏目とアシュラかな、カイラ、トリビアじゃないことは祈るけど、まあトリビアでも多分強いと思うけどね。はい、じゃあまた4時からの京都でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。よろしければチャンネル登録お願いします。それではさよなら。